掛川城を包囲せよ。任せといて。ここで今川を滅ぼす。今川北条連合軍が城の守りを固めている。正面突破を避け地下道より天守を目指す。こそこそ地下から主家を攻めれた。さすがに罪悪感感じてんのか家康。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。こんくらいちょちょいのちょい。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。へん、動じねえかよ。それなりに腹は空いてきたみてえだ。今川家中には我らに味方してくれる者もいるはずだ。その者は近づかば従ってくれよ。撃つべき者、撃たざるべき者、見極めねばな。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。我がこうにしてくれるわ。敵将撃ち取ったり。私は徳川に味方する。東海の平和を守れるのは家康殿しかおらぬ。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。ブーン、競うぞ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。さあかかってこい。お相手いたす。
こそは天下無双の忍びなり。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。こんくらいちょちょいのちょい。ムーン奇想王ぞ。この戦ぶり我が血もたぎるわ。開門。家康、本気で鬼になろうってか。その覚悟試してやら。平門。いかん、閉じ込められた上北条勢の奇襲とは。城の3階より城外へ抜けられるところがある。速やかに3階の敵将を撃ち救援を。徳川の息を止めてやる。敵を城内に引き込み、その隙に小太郎に本体を襲わせる。我ながら上出来だ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。参るか、身の程知らずめ。敵将討ち取ったり。我が部に挑め。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。我がこうにしてくれるわ。敵将討ち取ったり。開門。もう戦が始まっておったか。野蛮な戦はいやいや、雅に決まりたいのう。自分の城が危ねえってのに緊張感がねえ。変なとこだけ吉本に似やがってる。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。相手となる。混沌に引き込んでいる。頃合いか。本体救いやがったが。徳川の覚悟ってやつの中身
見えてきたぜ。我らは是が非でも今川を滅ぼさねばならんのだ。開門。朝天守に氏真殿がいるようだ。側近を討ち氏真殿を捕らえよ。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。我が子にしてくれるわ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。無念じゃ。いざ参らん。敵将討ち取ったり。という強さよ。近寄るでないの。マロの首はやらぬの。敵将討ち取ったり。この戦ぶり我が血もたぎるわ。氏真と掛川海上に協力下され、さすれば無駄な血が流れずに済む。わかった。協力するの。氏真じゃ。脅されておるゆえ門を開けてほしいの。平和で無害な氏真様を脅してけど、てめえらの罪数えさせてやる。開門。怖い。禅門の句が肛門のタヌキじゃの。マロは逃げるの。おいおい、氏真に愛想尽かして今川の家臣どもが逃げ始めてるじゃねえか。開門。にゃん、我こそは天下無双の忍びなり。敵将討ち取った。お母様が生まれ育ったね。守ってみせる。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。もう今川は頼れぬ。徳川の庇護下に置いていただきたい。不足なし。参れ。今川を離れ申す。徳川の家臣にしていただきたい。耐えているな。無念じゃ。あの言動もこの実力に裏打ちされてるの。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。
簡単なお仕事です。なんという強さよ。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。これほどとはな。その戦ぶり我が血もたぎるわ。守りきるぞ。風は切れ、風は止まる。ダメすぎる。いや、我が主に変わりなし。氏真様の御身はそれがしが守り通す。死んだのちゃちゃっと家康を倒して決まるの。やっぱりダメだ。ダメすぎる。ブーン奇想王ぞ。したくないの。平和に誠実に行きたいの。こんくらいちょちょいのちょい。敵将討ち取ったり。
こまでかの手出してくんなら獅子が極むくぜ。忍びなり敵将討ち取った。